い、皆さんこんばんは。こんなとこからやってますけど。違うんですよ、バイオリンを買ったんですよ。で、ちょっとレビューがてら、なんか、動画でも撮ろうかなと思って。さあ、来ましたよ。まあ、インスタとか見てはる人はね、買ったのは知ってはると思うんですけど。開けますよ。ほんまに初開けやからね。めっちゃ楽しみやねんけど、エフェクターが明日届くんですよね。だから、音出せるかな。お、なんやこれは。ちゃんとしたケースに入ってるやん。おー、素晴らしい。ちょ、これが。ほう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 。黒沢楽器から買ったの。だいたいうちのバイオリンも黒沢、黒沢で今面倒見てもらってるから。ちゃうな。ああ、なるほど。なるほど。めっちゃ軽いな。まあ軽いのは軽いんやろうけど。さあ、楽しみやな。これどうなんだよ。すげえ。すごいのが出てきた。おお、なるほど。ほら、すげえ。なんかちっちゃいことない？あ、4分の4か、やっぱり。へえ、面白い。すぐ音出んのかな、これ。よいしょ。なんか書いてあって。これ型っていうここに入れて、で、なんかここを絞れば、なるほど。よいしょ、ちょっとそってやろうか。見えへんもんな。よいしょ。で、こう型当てがあって、ここにつまみのネジがあるわけね。うん。で、おお、ちょっとなんかすごい奥深く入るね、これ。これはちょっと自分で決めてみないと。形は、こんな感じかな。よいしょ。ちょっと、こんな感じかな。すっげえ面白い。ほんまやで。すげえ音出るやん。サイレントバイオリンみたい。合ってるし、音。まあ、音合ってる？マジか。サイレントバイオリン。なぜピックアップあるし、こっから線つなぐんでしょ。これ角度変えれるんや。あ、これなしにもできるんや。すごいね。へー。さ、いや、4分の4と比べるとね、ちっちゃく見えるけど、長さはまあ一緒やろな。これにピックアップつけてちょっと弾いてみたいと思います。はい、それではね、音が出るようになったので、よいしょ。もう何のエフェクトもかけてない音ね。すごい。こうでもねこのそれローカットだけしとかないと、なんかボーボーする、すごく。
抜けが良くないとなんかこもってる気がするね。すごくちょっとリバーブかけてみます。気持ちいいなこれは気持ちいいな。風呂場で弾いてるみたい。何もでも弾いてられそう。はい、それではね、来ました。さあ来たよ。おこれな、なんかバッテリー別売りってすごいよね。なんか電池でも動くらしいねんけど、バッテリーが別売りやってでもこのコスパでこれはいいと思うよ、マルチで。よいしょ、どんなんやろ、初めて見る。ほらほら、電池が入ってるいや外でも使えるんやろうけど、ほら電池が6本かな。バッテリーだから別売りで買わなあかんかと。あ、結構ちっちゃいし軽いわ。おー、かわいいかわいい。ほれ、いっぱいマルチで音出るし踏めるし、ワウがあるのかどうかわからへんけど、うん、いや、いいやん。このコスパでこれだけ使えるんやったらもう十分やと思うよ。で、これがなんか、これアコースティック対応なので、こうマイクの端子がほら、ついてるのね。こっちは XLR じゃない。こっちはフォンかな。アウトプット、インプット。多分これフォンだと思う。説明書何も読んでへんけど。フォンで、このマイクつければ。今うちはコンデンサーマイクは NT2 かな、ロードのこれ使ってるから、これあの生音のとこ、あのバイオリンにこっちこう向ければ、あ、ハウルかな、わからんけど、まあやってみてからやね。よし、そしたらこれにつなげてやってみたいと思います。はい、それではね、一応音は出るようになりましたわ。どう取ればいい？これ持った方がいい？よいしょ、よいしょ。これでプログラミングが変えれて、こう押せば、いっぱいあって、これ結構使いやすかった。なので、とりあえずシールドつないで、マッキーに入れてからで音出したいと思います。さあさあ、よっこいしょっと。これ十分音が出ましたわよ。よいしょ。
重い。それと芝、うん、駒が駒の調整が効かないから、低い。私は自分の楽器は駒調整してるから結構あの R をきつくしてあの、隣の弦との差を激しくしてるから結構触らへんねんけど、横の弦がねあの触っちゃう。ここが調整機関してないから、横ここが当たっちゃう。ここがすごい薄いね、このゲートデート、うん、ゲートアーのデーの音が、デーを弾くとゲーかアーに触れちゃうだからこれコマどないかしたいよね。できるんかな、黒沢楽器持ってったらやってくれそうな気もせんでもないけどね。ただ重たい、やっぱりメープル使ってるみたいやけど重いね。片手が重いんかもしれへんけど、うですけどね。でも指板がちょっと太め、うん、生楽器よりちょっと太いかなっていう感じがしますね。ただ面白いのは弦が、逆なのね。普通こっち側に、エンドがあるんですけど、エンドから通すのね。でこっち側で巻きの調整をするわけ、これでね。だからすごい やり方が、うん、だから糸巻き部分がないこれと全く逆、こっちが上に来て上が下に来てって感じですね。音調整はね、うん、そんな感じかな、弾いた感じでは。あとボリュームと、ボリュームがあって、これ説明書何もついてないからさ、ボリュームと多分これトーン、あのあれクリアかこもるかの調整だと思うんですよね。うん、だからこうすると結構なんかほら音が広がるでしょ、うん、こんだけ変わりますもんね。まあボリューム今最大にしてますけど、エフェクトにもよりますけどね。あのやっぱりスチール弦、私ガット弦使ってるんですけど、スチール弦やからやっぱり滑りますね、すごく。松屋に塗ってもなんかスカスカする感じ、滑ってる感じがしますね。まあでも面白い楽器ですよ、うん、そんなに悪くもないし、うん、あの音が大きく出せるっていうのが一番魅力かなっていうことでした。